どうもラドラックスです。前回の動画で僕ビートボックスの世界大会にエントリーしましたよっていうね動画を出して、今後はビートボックスのこともこのチャンネルで発信していきますよって言ったんですけども、今日はがっつりカメラの話です。しかもまあまあマニアックな話なんですけども、マジで伝えたいこの便利さ。便利って大事やんか。俺便利って大事だと思うね。アップル製品をねめっちゃ使うんですけども、便利なんですよアップル製品って。何が便利ってさ、いっぱいあるけど、もう一個言えるのは連携力。僕は iPhone と、まあ、Apple Watch、あと iPad mini と MacBook Pro 全部ねこう Apple 製品を使ってるんですけども、連携がいいんですよね。例えば iCloud とかそういう連携力がね Apple 製品にはあると思うんですけども、まあカメラの周辺アクセサリーの Apple 界、反対やな。カメラ界のアップル。反対じゃなかったか。カメラアクセサリー界のアップル製品。この名前知っているでしょうか ?PGYTECH というメーカーさんですね。マジでめっちゃ好きなんですよ。案件とかじゃないんですけども、僕がもう愛してやまないアクセサリー周辺機器メーカーの PGYTECH さん。ドローンとかの周辺機器も扱ってたりするんですけども、僕はドローン使ってないのでカメラ製品に関するものを使ってるんですけども、まあこれが便利すぎてちょっと今日は PGYTECH さんの商品を何個か僕が持ってるものを紹介していこうと思うので、ぜひぜひ写真動画やってる方、カメラをこれから始めようと思ってるけど周辺機器をね何を買ったらいいか分からへんっていう人は、ぜひ最後まで見てもらえたら嬉しいです。それでは行ってみましょう。レッツゴー。はい、それでは改めまして、今日は PGYTECH さんの製品ですね。めっちゃ便利なんで、マジでこれは本当に見てほしいです。一番好きです。カメラ周辺アクセサリー。まあ、いろいろあるんですよ、メーカーさんってね。僕も初めの方はいろいろ買いました。いろいろ買ってみて、やっぱこの PGYTECH さんは本当に信頼ができる製品が多いなと思ったので、今回はまとめて紹介していこうと思います。まず1個目ですね。これはカメラアクセサリー機器というかね、カメラアイテムっていうのかな。以前ね、動画で実は紹介してるんですけども、よこして。はい。こちらですね、カメラバッグ、ワンゴーバックパックというものですね。めちゃくちゃ愛用してます。カメラバッグってめっちゃ多いんですよ、世の中に。機能とかもねそれぞれ違ったりするんやけど、デザインがねあんま可愛いものがなくてですね、機能的にも惜しいなってものが結構多かったりするんですけど、僕はカメラバッグ、写真動画初めてカメラ買ってからまあまあちょこちょこ買ってました。買ってたんやけども、これに出会ってからはもうこれ一択ですね。絶対これを超えるもんはないんじゃないかなと思ってます。詳しい話はね別で紹介してるので、そっち見てもらえたらいいんですけども、まあそっち見てください。ちょっと長くなっちゃうのでそっち見てほしいです。サイドポケットがあって、こっちにもサイドポケットがあるよっていうね、ダブルで使えますよっていうところもいいし、開け方もね、ここ引っ張ってパカッと開けますと、よいしょ、ここがガバッと開くので、これで仕切りをね、いっぱいなんか物入ってますけども、こうやって自分でカスタマイズできるよっていうのがね、まあざっくり、このワンゴーバックパックを紹介するとこんな感じですね。で、今ですね、このワンゴーバックパックがちょっとリニューアルというのかな、また別のものなんですけども、ワンゴーエアーっていうものが発売されました。こっちのワンゴーバックパックは容量が18リットルに対して、ワンゴーエアーはちっちゃいもので20リッター入るんですよ。で、大きいモデルのものだと25リッター入るんですよね。サイズは大きなって容量が入るようになったけど、バッグ自体の重さは軽くなりましたよっていう、ワンゴーエアーっていうものも今出てます。まあ、そっちの選択肢を取るのもありかなと思ってます。商品の詳細はねこちら概要欄の方に載っけておきますので、今日紹介する製品も全部ね概要欄に載っけてますので、そっちからチェックしてもらえたら嬉しいです。ということで、1個目はこちらワンゴーバックパックでした。はい、でですね2個目はですね、よっこいしょ、またこちらもバッグなんですけども、これワンゴーショルダーバッグっていう、こちらもね、ワンゴーシリーズのバックパックでございます。バックパックじゃないわ。ショルダーバッグか。ショルダーバッグなんですけども、これもともとね、紐がついてました。僕は肩からこう下げて、いわゆるショルダーバッグとして使おうとは全く思ってなかったので、もう買った瞬間からこの紐は取っちゃって、スーツケースにかけて、こうやって
持ち運び用にしてます。これの魅力はワンゴーバックパック、さっきのワンゴーバックパックと同じような機能を持ちながら、リュックサックじゃないのでこういう風にね、肩に負担をかけずにガラガラ引きながら移動できるのがいいなと思ってこれ使ってます。多分ね、本来の用途はね、ショルダーバッグなのでこうやって肩から下げるんですけども、僕はこうやって使ってます。まずメインポケットを開けると仕切りがついてます。で、この仕切りっていうのは自分でカスタマイズすることができます。この仕様はワンゴーバックパックも同じですね。ちっちゃいポケットが2個あって、僕はここに名刺とか入れてるんですけども、名刺とかペンとかね、これ掃除ペンですね。ここのポケットには簡易的なライトを1個入れてます。ここをパカッと開けるとですね、この4つのポケットですね、バッテリーを入れたりとか SD カードが入ってたりとか、一番端っこには僕 AirPods を入れてるんですけども、こういうのがぴったり入るのでこれもいいなと思ってます。で、このね、マグネット式のコインとかもあるので、バッテリーの容量がカラーで分かるようになってます。で、こっちにもポケットがあって、僕はここにカメラに必要なレンチとかドライバーとかそういうのが入ってるポケットになってますね。ほんで、このメインポケットの裏側というか、こっちにもポケットがあって、よいしょ、まあまあ広いんですけども、さすがにね、僕が使ってる14インチの MacBook Pro は入らないので、この iPad mini ぐらいだったらね、全然余裕で入るので、こういうのを入れて使っておりますって感じで、こちらがワンゴーショルダーバッグでした。はい、ほんで3つ目いきますね。3つ目もこれ動画で昔1回紹介してるんですけども、マンティスポットプロというものですね。これは自撮り棒になってて、さらにこう開けると三脚としても使えますよってもですね、言えるかな。簡単にこう角度を変えたりとかできるので使いやすいですね。すごい、カメラを装着する時とかもワンタッチでこうやって取り付けられるので、こういう大きなね、ミラーレス一眼とかで自撮りをする場合はこのマンティスポットすごいいいなと思います。で、意外とね、こういう手持ち以外にも三脚として使えることが結構多くて、ちっちゃいところに置きたいとき、置くスペースがないところとかに置くときはすごいこれいいです。これもね、詳しい話は動画また別でしてるので、そっちで気になる方は見てみてもらえたら嬉しいです。ということで、3つ目がマンティスポットプロ。これめっちゃ便利です。どう？今まで入れてきてるやつめちゃくちゃ便利そうじゃないですか。マジでこれはね、伝えたいんですよ、本当に。PGY テックはマジでいいっす。で、4つ目いきます。よし。4つ目はですね、まあ正直これはあんま使ってないです。あんま使ってないけど、まあ、あると便利だなっていうもので、こちら。手袋ですね。これフォトグラファーズグローブっていう名称だったっけな。名前の通りカメラマンのためのグローブなんですけど、何がカメラマンのためなんだっていう話をしますと、まあ使ってへんのよね、これ実は買ったっていうかは、なんかキャンペーンで何かを買った時、 PGY テックの製品をね、そのあれかな、ワンゴーショルダーかな、バッグ買ったらその時にこのフォトグラファーズグローブもついてきますよっていうもので買ったんですよ。だから持ってるんですけど、買ってはないです。ただあると便利やなって思う時はたまにありまして、手袋僕あんま好きじゃないんですよ、そもそもね。ゴワゴワするし、特にこのフォトグラファーズグローブは結構ね、ゴワゴワしてるんで、よいしょ、はい、可愛いか可愛くないかって言われたら、まあ可愛い、ダサくはないけど、そんな可愛いくはないかな。別にデザインがめっちゃいいとかいうわけじゃないけど、まあこういうね、いかついグローブですね。この親指、人差し指、中指の3本に関してはちょこっとこう指がね、簡単に出てくるんですよ。これ意外と良くてですね、カメラってこうあって持って、だいたいね、親指と人差し指、この2本あれば撮れるんですよね、写真が。動画の録画とかもピッて押せるんですよ。なのでね、この指が簡単に出るっていうのは結構僕は嬉しくて、あんまつけへんけど、めっちゃ寒い時、夜中の冬の撮影とかした時はこれめっちゃ重宝しましたね。マジ寒いですよ、マジで手凍えてて。僕はやったことないですけど、雪の中で撮影するとかそういう時にはこれすごいいいかなと思います。はい、ということで4つ目はこちらのフォトグラファーズグローブでした。ほい、で、こっからここですよ。次紹介するものが今回の動画で一番言いたかったもんですね。これを紹介したくてこの動画撮ってるんですよね。ただ地味です、このアイテムが一番大事、マジで大事、マジ大事、こちらでございます。はい、地味でしょうこれね、スナップロックアダプターっていうもので、このスナップロックアダプターと、まあ、もう一個まとめて紹介しちゃうと、これがスナップロックプレート
ていうものです。このスナップロックプレートは何個持ってるかな、めっちゃ持ってます。多分5個ぐらい持ってますね。でこのアダプターも僕3つぐらい持ってるんですけども、このプレートから説明すると、プレートっていうのはカメラの下につけてるこれですね。こういう風にねカメラに取り付けておくとですね、アダプターに一発でつくんですよ。このアダプターを例えば三脚とかジンバルとかそういうものを全部でつけといたら、このね着脱が一瞬でできるんで、このボタンをピッて押したら取れるんですね。差し込んでグッと押し込んだら入るので、これマジで便利です。これでも一応取れへんけど怖いなって人は、このボタンをね横にスライドするとロックがかかるんで、これでもう押しても取れません。ロック外して押して取ったら外れますよっていうもので、これに似た製品もね結構出てます。これあの似てる製品持ってたんですけども、着脱のしやすさとかスムーズさ、使いやすさ、滑らかさとかね、そういうものに関して PGATECH のこの製品が一番良かったので、こういうプレートもいろんなメーカーから出てます。どれを買ったらいいか分からへんなとか、まあ、サイズがとかあるけど、もうこれとこれのコンビマジで最高なんで、ぜひぜひこれチェックしてください。で一応ねこのスナップロックプレートとアダプター両方ともアルカ水素交換になってるので、他のアルカ水素交換のネジでこう締めるタイプのクイックなんとかなんとか三脚とか、あ三脚についてるね運台とかアルカ水素交換には対応してるので、そういうところもこれはいいなと思いますね。ということで紹介したいものの5つ目、6つ目はスナップロックアダプタープレートでした。ちなみにですね、このマンティスポットプロもスナップロックプレートをつけてる方がスムーズにつきます。あのこれ他のプレートでも一応つくんですけども、マンティスポットに関しては他のクイックリリースでもつくんだけど、つきやすさとかはさすがね PGATECH の互換がいいので、この2個の組み合わせの方がいいかなと思います。でラストですね、ラスト7つ目はですね、これもまあさっきのプレートにちょっと付随するものなんですけども、はい、これもすごい便利です。こちらビートルっていう商品ですね。これは何かと言いますと、よいしょ、まあ別にリュックやったら何でもいいんですけども、こういうバックパックの紐ですね、肩紐のところにこうやってつけます。カチッとつけますと、こうやってつけることによって、よいしょ、ここにねあるんですけど、プレートをつけてると簡単にこうここにカメラがつけれますよっていうものです。そんだけでもめっちゃ便利。これ外すときはボタンをね押して上にシュッとしたら取れます。何も考えずにここにシュッとつけれます。これでもうね固定されてるんやけど、これも一応このロックボタンがあるので、ロックボタン回すとこれ押してもね押せませんよっていうロックがかかります。まあこんだけなんやけど、まあこれどう？僕はなんかねあんまかっこいいとは思わないんですよ。これどっちかって言ったらちょっとブサイクだなって思うんですけども、まあ便利すぎて使っちゃってるんですけども、結構これをねかっこいいっていう人もまあいるってか多いんですけど、僕はあんまこれファッション的にどうなのって思っちゃうんですよね。これもこういう似たような製品他のメーカーからも出てます。出てるんやけど圧倒的にこれが使いやすかったです。僕が買ったのはピークデザインかな、キャプチャーだったっけ、キャプチャーっていうね同じような製品を買ったんですけども、プレートがシュッと入るこのスムーズさとかが良くなくて、そこがねキャプチャーはちょっといまいちだなと思ったのと、これをリュックサックに取り付けるのもネジ回したりとかするんですよね。でこれはもう挟んでパチンで一発でできるっていうのがすごいいいなと思うので、リュックサックにつけて便利にカメラを持ち歩きたいなって方は PGATECH のビートルとあとプレートですね、こちらセットで買ってもらえたらすごく快適になるんで、ぜひぜひチェックしてみてください。ということでラスト7つ目はこちら、ビートルでした。はい、ということでですね、ちょっと今日はまあなかなかマニアックな話だったかなと思うんですけども、カメラを楽しむ際に、カメラを使って仕事をする際に便利なことってね大事だと思うんですよね。利便性っていうのが高ければ高いほど、写真をね楽しもうとか映像撮ろうとか、そうやってカメラを持ち出す機会っていうのも増えると思うので、そういうね利便性を追求するんなら、この PGATECH さんがすごいおすすめだなと思って今日は紹介させていただきました。全部ね商品は概要欄に載っけてますので、そっちからチェックしてもらえたらいいかなと思います。よろしくお願いします。ということで今日はこんな感じで動画終わろうと思います。
動画が面白かったらぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。あとインスタグラムとツイッターと TikTok、SNS 頑張ってますんで、そっちもぜひフォローしてもらえたら嬉しいです。はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。